予算特別委員会を再開いたします。休憩前に引き続き総括質疑を継続します。無所属の会の質疑を行います。なお質疑時間は答弁を含めて15分です。菅間総務委員、よろしくお願いします。 ICT 教育環境整備促進についてお尋ねします。この予算は端末の流出量と伺っていますが、経緯と今後の扱いについてまずお聞かせください。伊藤教育長。新しい学習指導要領におきまして、情報活用能力が学習の基盤となる資質能力と位置づけられ、平成30年に3クラスに1クラス分程度の端末整備を行うことを目標とした ICT 化に向けた環境整備5カ年計画が国から示されました。これを踏まえまして、我が県においても令和元年度11校、昨年度22校の高校にそれぞれ41台、1クラス分プラス予備機1台ずつのタブレット端末をリースで導入したものでございます。リース契約の期間は5年間であり、令和6年3月末、令和7年3月末にそれぞれ契約が切れることとなります。今後、基本的には個人端末の持ち込み、いわゆる BYOD により1人1台端末環境の実現を目指していくことといたしておりますが、このリース分の扱いについては状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。委員長。菅間総務委員。はい。補正で大きく端末の導入予算がつきましたが、このリース機器を含めトータルで県立高校全体として端末の台数がどうなるのか、結果 ICT 教育環境はどのようになるのかお尋ねします。伊藤教育長。先にお認めをいただきました補正予算によりまして、約6000台の貸し出し用端末を整備する予定であり、これまで整備したものも含め、これリースも含めですが、県立高校全体の生徒数のおよそ6割となる約2万2000台の端末を貸し出し用として整備することとなります。これによりコロナ禍の臨時休業や分散登校への対応とハイブリッド型の授業につきましても円滑に実施できるとともに、通常の授業においても課題研究や探究活動などに幅広く活用していくこととなると考えております。菅間総務委員。はい。1人に1台というふうにはならないということで、今後それはどういうふうにするかというのは議論になるかと思いますけど、次にですね、これらの整備についてはコロナ禍の対応としてハイブリッド型の事業体制を整えることにあると思われますが、県教として今後を見据えたハイブリッド型事業体制をどのように描いているのか、ウィズコロナでは各学校においてばらつきがあると見えますが、県教としての指針をお聞かせください。伊藤教育長。県立学校におきましては、これまでも対面授業とオンライン授業を組み合わせたハイブリッド型事業に取り組んできたところでございます。このハイブリッド型事業につきましては、新型コロナウイルス感染症対策などの緊急時の学びの保障だけではなく、不登校の児童生徒や病気療養時への対応など平常時における学習支援等にも有用であると考えており、今年度からはすべての県立学校を対象にICT 支援員を派遣し、ハイブリッド型事業等も想定した研修会を行うなど、円滑な実施体制の実施整備に努めております。現在策定中の次期宮城の教育情報化推進計画においても、ハイブリッド型事業を含めたオンライン学習の取り組みを推進することとしており、その県教委としての方針、そして有用性を学校に示しながら、今後もさまざまな場面に応じた ICT の効果的な活用を促してまいりたいと考えております。委員長。菅間総務委員。今後事業のやり方はどんどん変わってくるんだろうというふうに思いますので、その辺についてきちんとですね、通知というか基本方針を示してですね、進めていくようよろしくお願いしたいと思います。次に、美術館リニューアル整備費についてお尋ねします。リニューアル基本方針に基づいて基本設計を現在進め、その後実施設計に入るものと思われますが、
どのようなスケジュールを描いているのか、まずお聞かせください。伊藤教育長。美術館のリニューアルにつきましては、昨年10月に美術館リニューアル改修設計業務委託の契約を締結し、現在基本設計を進めております。設計業者からは今年8月までに基本設計、来年3月までに実施設計を行う予定が示されているところであります。設計の成果を踏まえまして、令和5年度からリニューアル改修工事に着手し、令和7年度中のオープンを目指しているところでございます。委員長。菅間進委員。基本設計ができて実施設計に入る段階で、リニューアル検討委員会から、委員からですね、リニューアル基本方針の反映状況について意見聴取、これはこの前の議会でもそういう答弁されています。県議会にも報告すると伺っております。どのような意見聴取方法を行う考えなのか、結果どのようにその意見を反映するのか、また県議会の報告がいつになるのか、スケジュールを含めお聞かせください。伊藤教育長。宮城県美術館リニューアル基本方針の策定に携わっていただいた有識者からの意見聴取につきましては、設計の進捗を見ながら個別にご意見をお伺いしていくこととしております。有識者からのご意見につきましては、ハード面の意見、ソフト面の意見いただけると思いますので、これを整理した上で、できる限り設計に反映していきたいというふうに考えております。基本設計ができた段階で県議会の方にですね、ご説明をするほか、ホームページにも掲載いたしまして、県民の皆様にもお知らせしていきたいと考えております。委員長。菅間進委員。県有施設の再編に向けた基本構想では、県民会館にギャラリーを設置する計画になっています。増床なしの県美術館のリニューアル計画では、県民ギャラリーは縮小化、機能新しい県民会館のギャラリーに委ねるということが想定されます。担当部局も違い、基本設計及び実施設計の進行も多少ずれているだけに、県美術館での県民ギャラリーと県民会館のギャラリーとの機能分担のすり合わせが難しいのではと危惧しますが、具体にどう進められるのか、これは2つの部局にわたるので、知事にお尋ねしたいと思います。村井知事。美術館のリニューアルでは、既存の講堂を改修し、県民ギャラリーやキッズスタジオなどに活用できるように計画をしております。また、現在、設計事業候補者を選定中である県民会館を含む複合施設の整備では、1000平米を程度のギャラリーを新設し、従来の作品展示のほか、映像や音楽と組み合わせるといった先端技術を活用した展示にも対応する空間と設備を設ける計画としております。両施設の整備において、まずはそれぞれの施設の特性に応じたギャラリー機能の整備運営の検討が必要であると考えておりますが、県民の利便性のさらなる向上等を図るためには、両ギャラリーの機能連携も重要であるため、引き続き関係部局が協力し、整備を進めていくこととしております。委員長。菅間進委員。はい、今の話を聞いて多少安心しました。ぜひすり合わせをして進めていただきたいと思います。リニューアル工事期間中は休館となると思いますが、ギャラリー機能をどのように考えているのか、県民ギャラリー利用団体やギャラリー機能分担できる仙台市などとどのように調整しているのか、お聞かせください。伊藤教育長。県教育委員会では、美術館リニューアル工事のスケジュールについて、ギャラリー機能を持つ施設を所管する仙台市教育委員会と情報共有を図っているところでございます。休館期間の具体につきましては、現在設計を進める中で、美術品の移動時期も含めて検討しておりますことから、休館期間が確定した時点で、利用団体の皆様の方にお知らせをしていきたいというふうに考えているところでございます。委員長。菅間進委員。新しい県民会館の開館予定は令和10年度中とあります。ギャラリーも10年度使用開始と考えられますが、
10年度以降の仙台市域を中心とする宮城県のギャラリー機能分担をどう描いているのかお聞かせください。鈴木環境生活部長。はい、県内にはですね、多くのギャラリーや貸しスペース、民間のも含めて、多くのギャラリーや貸しスペースが設置されてございます。今後新県民会館を含む複合施設内のギャラリーの整備運営の検討にあたりましては、既存のギャラリーとの機能分担、あるいはその連携、機能連携なども含めまして、関係者の意見も十分聞きながら進めてまいりたいというふうに考えています。委員長。菅間進委員。はい、その辺もぜひ詰めていただきたいと思います。次に、県民会館 NPO プラザ複合施設整備費についてお尋ねします。設計業務予算が当初だけで3億2000万を超えます。5年度、6年度の債務負担を合わせると、8億1300万円と巨額な設計費用で基本設計、実施設計を進める中で、利用者、広くは県民から声を吸い上げ、県議会に対する報告と同時に、提言等の反映について、これについてもお聞かせいただきたいと思います。村井知事。今議会冒頭の提案理由で説明いたしましたとおり、県民会館と NPO プラザの複合施設の新築設計にあたりましては、関係者のご意見を頂戴しながら進めることとしております。また、設計事業候補者の公募時に提示いたしました設計における留意事項におきましても、文化芸術および NPO の関係者や、プロモーター等の業界関係者から意見を聴取し、設計内容に反映するとともに、必要に応じてその進捗状況を明らかにするよう努めることとしております。具体的な意見聴取の方法につきましては、今後設計事業者からの提案も踏まえ検討していくこととなりますが、関係者への個別ヒアリングのほか、ワークショップやシンポジウムの開催、パブリックコメントなど様々な方法があることから、最適な方法を最適なタイミングで実施するとともに、県議会にもご報告し、ご意見を伺いながら進めてまいりたいと考えております。委員長。菅間進委員。県民会館および NPO プラザの機能は、新しい施設が開館するまでは現在の施設が利用できるものと思いますが、その後の解体利用計画はどうなっているのか。それぞれに貴重な県有地ですし、特に県民会館の跡地利用について、仙台市においては常禅寺通りエリアの新たなにぎわいづくり創造に向け、公民連携のエリアマネジメントが開始されると、聞いております。このエリアについて宮城県としても仙台市との協議連携が必要と思われますが、所見をお聞かせいただきたいと思います。村井知事。昨年3月に策定をいたしました仙台医療センター跡地における県有施設の再編に向けた基本構想では、県民会館跡地については移転時期も考慮しながら、常禅寺通りエリアの活性化や魅力向上につながるような利活用方策について、仙台市をはじめ関係機関や関係団体等との協議調整を行うこととしております。また宮城 NPO プラザが入居いたしますつつじが丘分室庁舎の跡地についても、他の県有施設の老朽化の状況等を注視しながら、仙台市のまちづくりや周辺の環境等を踏まえ、今後県による利活用をはじめ具体的な方策の検討を行いたいと考えております。実際にこれらの跡地が利用可能となりますのはまだ先のことであり、現時点で利活用方策を具体化する段階にはございませんが、今後地元の関係者や仙台市等のご意見等をしっかりと伺いながら検討してまいりたいと考えております。いずれにしても仙台市中心部の土地といいますのは、もうこの県庁の周辺か、県民会館の土地ということになります。したがって、この土地はもう本当に虎の子の土地でございますので、簡単に売ってしまうといったようなことはできないと考えてございまして、まずは地域の活性化のためにですね、しっかり考えていかなければならないというふうに思っております。いずれにしてもこのいずれこの県庁を建て替えたり、あるいは中央警察署
の建て替えといったようなこともですね、まあ、数十年先ですけれども考えなければならないということになると思いますので、そういった時のことも考えながらですね、その時の我々そして議員の皆さんが判断をなされるのがいいのではないかなというふうに思っております。先ほど答弁したようにまだちょっと先の話でございますので、今の段階でこのようにするということを申し上げるのはちょっとまだ拙速ではないかなと考えているということでございます。以上です。委員長。菅政務委員。今、知事が答弁されたように、大変貴重な、ね、土地です、県有地です。これはやっぱり仙台市、または宮城県の仙台市の町づくり、宮城県の県道づくりのため、非常にやっぱり有用な土地でありますので、今のような形で進めていただきたいと思います。終わります。